どうも、かさこです。ともです。つめです。お願いします。今日は安下げって言わんかったな。もう大丈夫です。もうしっかり。もう大丈夫。あれ面白かったけど。面白かったな。いや、今日なんですけども、はい、こちら小部屋なんですが、それこそ今の話題じゃないけども、はい、先日カジサックのメインチャンネルの方でですね、今後のカジサックチャンネルについて真剣に語り合いましたみたいな、はい、動画を上げさせていただいたんですけども、うん、そちらのコメント欄の方にですね、うん、結構来てたので、うん、ちょっとこれはちゃんとアンサー動画出した方がいいかなと思い、今日この動画を撮っております。はいはい、でまあ、何かというと、まあ、いろんなコメントがあったんですけども、はい、まあ、ありがたいコメントばっかりやったけどね、そうね、なんか、うん、まあ、僕が特に嬉しかったのは、うん、まずね、嬉しかったのは安武のさ、うん、ことに対してこう理解してくれる人たちがすごくいたなっていう、あれはね、本当に嬉しい、嬉しい、もちろんね、逆のコメントもあったけども、うん、まあ、それはそれでいいと思うよね、うん、そうであっていいと思ってて、うん、でもそこに賛同してくれる意見が多かったっていうのは本当に応援して温かく応援してくれたくださってるんだなって思ったことと、うんうん、はい、あとトンボにはもう可愛いばっかり来てたっていうね、うん、あれ最近すごいよ、うん、コメント欄で、うん、トンボさん可愛いや、あれだけ昔タコだったゴミとかさ、あんなゴミ、いや、めっちゃ言われてたよ、そう言われてたわそうよ、言われてたわ、そうだ、ゴミ団子みたいなこと今お前えらいもんでもトンボさん好きになっちゃった可愛いみたいなこととかがありましてね、ありがとうございます。まあ、まあそんな素敵なコメントがたくさんある中でですね、まあちょっと僕が気になったのが常のことですよね、はい、常がね、来年のもうあの時俺は酔ってたやん、うん、正直やってましたね。だから僕のミスでもあったんですけども、はいはい、その時にもうちょっとじゃあ言っちゃおうよみたいなことでね、2024年4月で、はい、常は卒業するみたいなことを僕は伝えたと思うんですよ、うん、で、はい、僕も動画を見た時に若干引っかかってたんですよね、うん、これ何かっていうと、なんで卒業するかっていうことをしっかりと伝えきれてなかったと言いますか、だからこそコメント欄で来てたのが、いや、なんで勝手に決めてんのみたいな、うん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 、何も決まってないのになんで2024年4月に卒業決まっちゃってんのみたいなコメントがめちゃくちゃあったから、うんうん、 そうですね、そこはちょっと、お答えしたいなと思いこの動画を撮らせてもらってます、はい、とはいえ先にちょっとお伝えしたいのは、うん、まあこれもちろん常がね、はい、言えることと言えないことがあったりそうなんですよね、細かくは話せない、うん、だから僕あの時酔ってたし何も言わずにやっちゃったんですけども、うん、でも明確に言えることは、うん、実は先日じゃないか、あれはもう結構2ヶ月ぐらい前、そうですね、はい、2ヶ月前に常から僕にね、うんうん、あったんですよね、うん、そうですね、ちょっと何て言うんだろう、あることがあるんですよ、はい、予定で、うん、ね、あることが予定であるから、はい、ちょっと2024年4月にちょっと、うん、まあ何て言うんだろうね、卒業する方向でっていうことをね、はい、常から、うん、はい、受けたんですよ、ね、はい、でそれをちゃんと常は僕2人きりの時に言って、うん、じゃあこれはちょっとメンバーにもしっかり伝えようなって言って、うん、はい、メンバー集まってもらって、それもみんなで話したよね、話しました、はい、もうその時点で涙目になってましたから、ね、いやー本当にね、もう最近本当にダメだな本当に最近ダメだないやもう本当に止まんなくなっちゃって、うんうんうん、もうダメですよ、ちょうどなんか、はい、やめろよ、ちょっとなんかそのちょちょ雰囲気を出さないでなしてなしてな俺何やったら次何喋ろうかなって何の雰囲気も出してる、雰囲気変わってない、変わってないよ、危ねえよお前が変えてるよ、うわーんってなる、危ない危ない、そうそう、まあ、とにかく何が言いたいかというと、常からちょっとそういうね、はい、いろいろあるから、ちょっとそういう目標じゃないけども、うん、あることがあると思いますから、はい、2024年4月、あ、2024年か、はい、4月をめどにっていう話を受けてたから、はい、僕はあの話をさせてもらったということです。うん、だから結構コメント欄で一番多くあったかもしれないのが、うん、本当は常さん辞めたくないんじゃないのみたいな、ね、はい、コメントがめちゃくちゃあったってなりましたね、はい、まあ、その辺はね、やっぱり最初ちょっと変わってないもんね、そうですね、やっぱもう最初にカジサックが言ってくれたように、うん、やっぱり卒業がゴールっていうことで、うんうん、僕はやっぱそこに向かって一生懸命あの走っていかなくちゃいけないっていうのがずっとあるので、うんうん、これちょっとじゃあさ、はい、もうはっきりここで聞きたいわ、うん、はい、そういえばここまでの話はしてないかもしれないけど、はいはい、常を改めてやねんね、はい、改めてやねんけど、うん、正直、はい、うん、常の中で、はい、もうカジサックチャンネルにいたいんだっていう自分がいるのか、うん、それとも、うん、
海外挑戦、はい、でやっぱり夢を叶えたい、うん、そこまでにはやっぱりいろんなステップアップを踏んでいかなあかん、まあ、ぶっちゃけの話、はい、やらしい話もうストレートに言いますけども、うん、お金かかるから、うん、そりゃそうだ、そこをカジサックチャンネルで稼いで、はい、海外挑戦、うん、だからやっぱりいつかは卒業なんですっていう考えなのか、はい、なんかちょっと迷ってたりするのか、なんかそういうコメントも結構多かったから、うんうん、確かに確かに、はいはい、それはどうなんですね。いやもう僕はもう本当に最初からずっとあるのはやっぱりちゃんとここでいろいろ学んで稼がしてもらって、うん、しっかり海外でもう爆売れするっていう目標がありますので、うんうんうん、それはおそらくまた視聴者さんの中で、うん、いやそれってカジサックチャンネル卒業しなくてもいいんちゃうのみたいな意見も来そうやんか。確かに、はいはい、それはどう思う。あでも僕の中でやっぱり、うん、もう結構優しい、あの皆さんこう両二足のわらじでいいんじゃないのというコメントもあったりしたんですけど、そう、ね、自分の中でやっぱそこはしっかり割り切ってあのはっきり切り替えてやりたいので、うん、それはもう卒業するっていう形で行きたいと思っております、ね、大丈夫か。やめろーやめろ、大丈夫か。雰囲気雰囲気作るんじゃねえ。中野くんティッシュ持ってきて。やめろ、やすたけよお前雰囲気をみんなで作るんじゃねえやめろやめろお前が一番そんなんすんなよ。ほんで下手何今の下手やな。そうそう、とにかくね、まあ、でもこれに関しては僕も意見は一緒で、うん、本当になんて言うんだろう、まあぶっちゃけね、変な話、卒業って言わんでもええっちゃええかもしれないんだけど、うん、でもやっぱり俺らってさ、現場チームってすごくこう濃い時間を過ごしてるんだから、そうですね、ね、やっぱりチームカジサックってやっぱ俺の中でもやっぱり特別だし、うん、で常は常で性格的にね、例えばじゃあ海外に移住することになりましたってなった時、はい、まあ、家族は家族でおそらく日本になるのかな、はい、まあ、その辺はまだ決めきれてないみたいなんですけども、うん、もしも海外に住むってなった時に、うん、常も気使うと思うよな。なんかチームカジサックって卒業してないのに、うん、俺何もしてないのにいいんかなみたいな思ったりもするタイプでもあるやんか、はいはい、だからそういう意味では本当に、まあ、それが2024年4月確定ではないですけども、うん、そこを目標にですね、はい、もし成功したら、成功っていうかそう卒業するのならば、うん、しっかりとした多分卒業という動画を撮らせていただくことになるのかなって思うっていうことですかね、はい、で、まあ変ならしさ、土橋くんも卒業したじゃないですか、うん、でも小部屋のね、概要欄だったりとか、はい、見てもらったら分かると思うんですけど、編集者さんの名前とかね、そうそう書いてたりするんですけども、うん、卒業した後も別に編集とかはできるからね。そうですね、うん、はい、そうそうそう、うん、だから常が奈良人が海外でわーって挑戦した、でもなかなか稼がれへんかもしれない、はい、その場合は、うん、俺らのね、なんかまだチーム開作開作チャンネルがやってたら、はい、編集をお願いしてっていうことで全然できるからね、はい、海外でもできる、できます ね、はい、そう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 、うん、そういう方向で考えてるということでございますね、はい、うん、すいません、だからちょっと説明が足りなかったんで、確かに俺もあの動画を見返した時にそういう誤解を招く可能性もあるなとは思ってたんやけど、うん、はい、でももうあれプレビューを言うて先に見るのよ、うん、動画を公開する前に。そうですね、あの時に俺もちょっとクンクンに寄っててん、うん、でも編集じゃどうにもならんの。まあそうですよね、はいはいはい、うん、そう、うん、あそこで変にさ、黒でさ、黒バッグの白文字で説明するのもおかしいやんか、はい、実はなんちゃらなんちゃらでみたいな実はこうこうこうでみたいなのもおかしいし、うん、でもあそこをカットすると、うん、いろんなトークがおかしくなる。確かに確かに、うん、っていうので、一か八かいっちゃえと思ったら、はい、さすが YouTube でございます。さすがですよ、やっぱり来たなと思ったんで、はい、あすいませんと思ったんでこのような動画を撮らせていただきました、うん、とにかくだから、まあだから、ま、暗くはなってないんですよ、はい、本当にそれはさ、何遍も言ってますけど、最初から僕は分かってたことだし、はい、うん、寂しいは寂しいよ、うん、もちろん寂しいは寂しい。おまえ、ちょっとカズやめて。おい、ヤスヤスって呼ぶぞいいよ別にいいよなんで確認せなあかんのもう次僕行く準備してたんですけど行くな、ヤスって呼ぶぞ別にええやんいやでもとにかくね、前向きに頑張っていきたいなと、はい、まあ、で何よりもね、別に確定ではないので、はい、そうですよね、うん、でも、うん、その言えない話あるじゃないですか、やっぱりプライベートのことだったりしますから、うん、そうそうそう、その言えないから言えないは言えないんですけども、うん、かなりの確率で
卒業の方向になるかなっていう感じだよね、はい、これはもう全力で俺らを応援していますから、ね、うんうんはい、その頃にはリュウジも多分成長してる、そうだっていうかしててもらうのは困る、そうですよ、もう言うてまだ1年以上あんねんから、そう、はい、うん、成長しててほしいなと思いますけども、うんはい、あともう一つコメント欄で多かったのが、うん、中野ええ加減にせえとあのもう安武がね、俺はもう酔うてるからさ、はい、動画を改めて見た時あんま覚えてなかったもん俺、うん、改めて見た時にあ安武よう言うてくれた思ってもね、うん、お前何も考えてこなかったあれね、ぶっちゃけ 裏話すると、あの撮影をするでもちろん決まってたし、はい、アドリブという、まあアドリブやけども、うん、俺がみんなに伝えてたんですよね、はい、グループラインで、チーム活作のグループラインがあるんですけども、はい、グループラインでちょっとみんなええって言って、今日の撮影なんだけども、うん、ちょっとこれからの家事作チャンネル、そして自分、うん、これからどうしていきたいかっていうのをちょっと真剣に語りたいから、うん、準備よろしくねってみんなに言ってた、うん、でみんなそれぞれ準備してくれてた、はい、中野くんはほんまに準備してなかったんじゃないか説があって、うんはい、あれどうなんですか実際。準備してなかったっすね。どういうメンタルでこれやってたの？すごい、俺ね逆にすごいと思うのよ、うん、だってああいうラインがあってみんな承知しましたってみんな分かりました、うん、了解ですっていうのをくれてて、はい、中野も承知しましたって来てたやん、うん、フル無視してるってことやん。フル無視でした。そう、しかも撮影するっていうことも分かってる上で、はい、おいでおいで、うん、そうだそうだそうだ、中野くんちょっとそうだそうだ、それちょっと言った方がいい、うん、あれ安田が言うてくれたほんまにあのぶっちゃけね、まあ、もちろん記憶は結構ところどころ僕あるんですけど、はい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 、そのところどころのところの部分やねんけど、うん、むっちゃイラッとしてたと思うあのガチでおうおうおう、はい、どうぞ。ああ中野くん、中野くんに対して、うん、中野くんなの、うん、どうも中野です、はいはいはい、お願いします。とはいえカメラ回ってるから、はい、切れたりはせんかった、うん、まあまあまあね、俺実は結構イラッてしててんあれ、うん、だって用意しててって言ったのに、うん、なんか言ってたから、はい、なんだどういうメンタルでそういうことできるんですか、そのすません、はい、準備しといてねって言って、うんはい、分かりました言うて空っぽで来るっていうのは、はい、やっぱり自分を信じすぎてたっていう感じですかね。おおっていうのは、はい、なんかいけんじゃないかと思ったことを喋ろうみたいな、なんかいけんじゃないか、はい、何も用意しなくてもその場で出てくるんじゃないかっていう、はい、感じたことを喋ろうみたいな、その自信ってどっから来んの。これは本当恐ろしい話っすね、本当に恐ろしい。ずっとふざけてるふざけてるやん、ずっとふざけてるよね、いやいやしろそうですね、ただただサボった説が僕はあると思うんですけど、いや本当そうですね、すいませんでした。何が触りました、すいませんでした。えっていうのは、はい、さっき言ってたことはもう嘘ってこと？そのなんか勝手に出てくるみたいな、はい、うん、自分を信じる。あ、いや、それはあれ、あのサボった上で、まあまあ何サボった上で俺、あんまり聞いたことない、そんなに言うことない、聞いたことない、これはサボった上で、サボった上で、でも聞いたことないですよ、あんまりサボったは聞こう、サボった上で、うん、まあ、サボった上で、まあこれいけるか、なんか、あの、浮かんだこと喋れるかっていうことですね。本当に反省しております。でもさ、ぶっちゃけた話さ、はい、まあ駅会やんか、はい、同じようなこと何回もしてくるやん中野くんって、うん、そうですね、うん、で、あの俺らもやっぱ会議しててさ、うん、それ良くないよみたいなこと、はい、まあもちろん言いますよ、もう やめますさ、自分信じんのみたいなこと言ってるけども、はい、そこってもう治らへんの、うん、そこが、あの気持ちはあるんですけども、なんか なんていうんですかね、こびりついてる感じはありますね。こびりついて、うんこみたいに言う便器、誰が便器なんですか。そうしてますわ。そんな中野くんが2023年2月で卒業って、はい、近っおめでとう。やばい、やばい、全然泣いてないじゃないですか。これでも、理由ちゃんと言わなきゃ、うん、やっぱ常と一緒でね、あーそうなんすよ。そうね、見てる人困惑しちゃうんだ。困惑はするね、はい、理由じゃあちょっとお願いします、はいはい、理由ですか、はい、あ、僕から言うんですか。いや、それはそれは本人の口から言わないと、うん、理由、2月で辞める理由ですね、うん、はい、逆玉です。逆玉ってのはどういうことですか。逆玉ってのは、逆玉じゃないですか。何ですか、逆玉ですって。逆玉ですって何ですか。はい、逆玉ですって言うんだけど、何ですかそれは。どういうことですか。苦しい。どうした、なんか出た。あ、
嘘つき妖怪が今出たんで、これでもはい、これでもう二度と嘘つかないです。今ので2023年4月卒業ちょっと伸びた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 、よかったまあとにかくね、はい、本日伝えたかったことはちょっと誤解を招くような動画になってしまったなと思いましたんで、このような動画を撮らせていただいたという、はい、ことでございます。なので引き続きコメント欄に思ったこと全然書いてくださいね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあとりあえず頑張っていこう。はい、頑張ります、はい、明るく元気で頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。